令和2年度電検3種問題解説シリーズとして、今回は理論問題の問いの8から解説をしていきたいと思います。こちらの問題は、正直言って随分と、基本的な問題を出してきたなというところでありますね。まず、静電容量が2マイクロファラットのコンデンサ、抵抗 R ですね。これを直列に接続したと。で、この回路に正弦波交流電圧 10V、周波数 1000Hz を加えたところ、電流 0.1A が流れたと。抵抗 R の値として最も近いものということで、これはもう全体のインピーダンスと、あとはこのコンデンサーの誘導性、容量性リアクタンスですね。これを求めれば、あとはもう普通に三平方の定理を使って R 求まるよねという、ただそれだけの問題なんですね。で、まず、XC イコールということで先に求めておりますが、XC は 2πFC 分の1ですね。はい。ということで、2π。で、今回 1000Hz ですから、これは10の3乗と表現しました。で、2マイクロですから、2×10 のマイナス6乗と。で、分の1ということで、これ計算すると 79.6 オームになります。でも、インピーダンスはですね、10V かけて 0.1A ですから、もう100オームとパッと出てきますね。あとは、三平方の定理ですね。はい。100の2乗引く79.6の2乗、イコール60.5オームということで、もうこれですぐ4番と求まるわけであります。特に、これ以外お話しすることはないぐらいですね、非常にシンプルな問題です。もう絶対取らなきゃいけない問題ですね。では、次に行きたいと思います。今度は問いの9ですね。R オームの抵抗、インダクタンス L ヘンリーのコイル、静電容量 C ファラットのコンデンサと電圧 V、各周波数オメガの交流電源からなる2つの回路 A、B があると。で、回路 A はもう純粋な直列回路ですね。純粋な直列回路。で、回路 B の方が、これはもう純粋な並列回路ですね。で、これで問題の条件として、オメガ2乗 LC イコール1が成り立つというふうに言っております。で、各回路における、電圧ベクトルと電流ベクトルの位相の関係として正しいものの組み合わせということであります。ただし、ベクトル図における進み方向は反時計回りということですね。まず、オメガ2乗 LC イコール1が成り立つというのは、これはオメガ L イコールオメガ C 分の1が成り立つということと同じですので、それぞれ回路が共振状態と言います。つまり、力率が100%の状態ですね。はい。で、共振状態ということは、ここに書いてあるように、XL と XC がもう同じ値なんですね。回路 A と回路 B では。はい。そうしますと、回路 A の場合は、VL と VC が等しいという状態。で、回路 B の場合は、IL と IC が等しいという状態になっております。つまり、どちらもね、打ち消し合って、全体で見たら VR しか残ってない。回路 B の場合は、全体で見たら IR しか残っていないという状態になります。で、今度、じゃあ、ベクトル図ってどうなってるのかっていうと、こんなんですよね。V と VR が等しくて、VL と VC がということになってて、回路 B の場合は、V と IR が、同じ。はい。位相で、IL と IC がということで、要はですね、L と C どちらが進み遅れなのかっていうことを、ちゃんと理解してますかっていうことを聞いております。で、まず VL というのは VR より90度進みです。はい。で、IL は、逆に IR より90度遅れなんですよね。はい。これはですね、こういうふうに覚えればいいわけです。L の場合は、L にかかっている電圧から電流が90度遅れます。回路 A の場合は、電流が共通なんですよね。電流が共通なんで、VR は I と同相です。で、電流が同相ということは、逆に VL は I より90度進みということになりますよね。で、回路 B の場合は、はい、並列ですから、かかっている電圧が同じです。で、IR は電圧と同相。V ですよね、結局ね。で、IL は電圧より90度遅れるということで、はい。結果的には、こういう関係が成り立ちますよと。なので、ベクトル図として、回路 A の場合は、はい。
VR に対して VL が90度進み。で、そうすると1番と2番ですかね。はい。で、かつ、はい、回路 B の場合は IR より IL が90度遅れであります。遅れであります。はい。ですので、これも括弧2番ということで、括弧2が正解ということになるわけですね。はい。さあ、それでは最終の問いの10。はい。今回の解説の最後になりますね。図の回路のスイッチを閉じた後の電圧 VT の波形を考える。つまりこれ、加藤現象ですね。はい。ここのスイッチを閉じた時の V の波形を考えるということであります。これ、すごく優しいですね。はい。破線から左側に手舟の定理を適用することで、自定数と VT の最終値の組み合わせとしてということであります。はい。では、もう言われた通り、手舟の定理を適用していきましょう。そうしますと、はい。まずは、この線から左側を見た時の、合成抵抗を求めます。はい。で、これ S を閉じた時で考えないと当然ダメなんで、で、電圧源は短絡ですから、これ3オームと1オームの並列回路になりますね。ですので、和分の積ということで、R イコール3たす1分の3イコール0.75オームとなります。で、次に、手舟の定理で、考える時の電圧ですね。この開放端ということで、この破線に出てくる電圧を求めるということなんですが、その場合はですね、3オームと1オームの直列回路で、そのうちの1オーム側にかかる電圧というふうに考えますので、10×3たす1分の1ということで 2.5 ボルトになります。これは10ボルトを3対1で分圧ということですね。で、求めた R と V から等価回路を書いていくと、はい、こちらのようになります。2.5ボルトを電源として0.75オームで、この直列回路に求めた1ファラット、これを接続していくということで、そうしますと、自定数は CR ですから、0.75×1 で 0.75 セック。で、最終値はですね、加藤現象の最終的に定常状態になりますと、この1ファラットの部分はもうこれ、開放状態になりますから、2.5ボルトがそのまま出てくるということで、答えとしては2番が正解ということになるわけですね。はい。今回ですね、3問解説いたしましたけども、どれもですね、絶対に取りたい問題なんですね。特に手舟の定理はですね、なんか今年はブリッジの回路もありましたけども、そこそこ注目されているのかなという気がします。どちらにせよ手舟というのはね、もともと非常に重要な定理ですので、ぜひ身につけていただきたいなというふうに思います。ということで、今回は以上の3問で解説の方を終了させていただきます。はい。次回はですね、また問いの11、こちらの解説をさせていただきたいなというふうに思っております。はい。では、次回の動画もぜひご覧いただければと思います。よろしくお願いいたします。日本エネルギー管理センターの YouTube をご覧いただきまして、誠にありがとうございます。当チャンネルでは、電気工事士、電検3種を受験するためのお役立ち情報が満載です。ぜひ、チャンネル登録の方、よろしくお願いいたします。